はい、それではちょっとごちゃごちゃしてますけども、始めていきます。第134回 KF02M コアク戦スタートします。スタートしますよ。はい、ありがとうございます。はい、それではスタートボタン押して始めてください。始めてよね。はい、はい、始まりました134回コアク戦で、今日は今のところ23人ぐらいかな。結構多いですね。で、ワンピンに座るのはオズさん早すぎじゃない？仕事だってまあそれは聞いたんですけど、まあ、あえて言ったんですよ。で、スーピー側が杉山、まあ、杉山くんも時間がないという時間のないモン同士の対戦ですけども、はい、なんか呼ばれたんですけど、ちょっと行くんで、はい、一瞬どこに行くんですか。エアコンをつけに行こうかなと思ってお願いします。はい、なるほどね。はい、で、オズさんがあ、クーラーなんだ。なんかゲージとかやばいんだけど、どうなってんのこれ。なんでこの人か、どうしてこの人か。あー、ダメか。で、なんか警察が出てきて、お、今危なかったね、ちょっとね。さあ、意味のわかんない前転から足投げ通して、さあ、後転で甘えたところをダッシュ投げで、いや、間に合ってないんだけど。お、ちょっと帰ってきた。はい、どうぞ。はい、はい、プリンさんもう終わりですか。じゃあプレッシャーをかけていくんですけど、あ、じゃあ、はい、はい。さあ、なんか中継戦になってますね。さあ、リンガーは結構きついんだけど、あ、さあ、知っている、リピー側の杉山さんもよく知っている、リン対ケダッシュは遠距離の振り方が重要なんですよね、はい、あのケダッシュ側の、あ、なるほど、はい、なんかいろいろ止めるためってことですか。そうっすね、一緒遠距離振る感じですね。で、はいはいはい、嫌がってダヤシ振ったところに飛び合わせたりとか。なるほど、もうリターン差が全然違うんで。全然違いますね。うわーっと、今のミスは痛いかな。なんかリンガーとその勝ち上の振り合いみたいになったらどうなんですか、はい、負けるんですか。あ、いや、五分じゃないですか。お互い別に投げ合ってもいいことないんですよ。リンガーは相取りガンも邪魔だし、あ、確かに飛びも邪魔だし、相取りガンも邪魔だしで、いいことないですよ。ラウンド4ファイト。そう、なんかゲージありますね今回は。そうですね、これは。ただ、まあ、リンなんで結構、はい、リン対ネイムレスは結構行かれる可能性があるんで。さあ、いいの入って、なんか今、キンケレールっぽいのが見えたけど。確かに。おじさん、どういうこと、後ろでかな、後転したら、なんかキンケレールかな。うわー、ユチか、強すぎるこのキャラ。俺に敗北。マジでこのキャラ弱いっすよ。弱いですか。ネイムレス弱くないですか。弱いはないじゃないですか。まあ弱いはないよね、上から2番目ぐらいだからね。間違いないそれはまあ K ダッシュが強すぎるってことだったら、ね、だから一強が終わってて、あ、なるほど、それ以外みんな団子だと思うけど。あー、これは3ゲージ螺旋で終わる。終わった、ぴったりぐらいで死亡。はい、ゴーさんが2ピ側。なんか小津さんは、はい、今日なんか、まあ、時間がないプラス、はい、あのアクアパッツァの、あ、投票っすか、よくわかんないけど言わない方がいいのか、俺言った方がいいの、よくわかんない、知らない、俺全然知らないんだけど。いや、なんかゴッツガーデン
あ、知ってます、そこは知ってるけど、パッタのホットラーメンがあって、あれなんか投票なんですよね、うんうん、いや全然知らない、だから投票で多分出れる人が多分決まるんだと思うんですけど、はい、ほうほうおさんのなんか投票がいまいち伸びないと伸びないんだ宣伝に宣伝に来たってさっき直木さんが言ってましたよ。え、投票誰なんですか、小川とかですか、小川さん、いや分かんないです全然、俺も全然知らないからね、とりあえずおさんの票はあんま良くないらしいです。ほう、当たんないんだ、はい、当たんないらしいよ、はい、まあこれを見てるおずさんファンはどんどん入れてくださいっていう、はい、おさんファンじゃなくても入れてくださいっていうまあおさんファン多いんでね、大丈夫、確かに確かに、こんなこと言わなくても大丈夫でもけどまあ現状が現状ダメだと、現状はダメなんですよねまあなんでお願いしますということで、まあ試合の方が続いております。ゼロロット、もうやりたいことですね、山崎君も何やってもいいですね、山崎、そうですね、ダーマー、あいつあいつマジか今正直読んでバックスだと思うんですよね、あ確かに確かに、正直読んでバックスなのにあいつシャラっすよ、大のシャラっすよ、どんな読み合い展開してんだこの人は、やばいな、あの時ってさすがに今の状況は半角ですよね、多分明らかに半角だったけど、ね、何も入れてなかった、まあなんかびっくりした感じ、フォアガーキャン払って乗っかって、うまい、よく見てる、あ、なんかよくわかんない、なんかやり込んでないね、明らかに明らかにやり込んでないのか分かる、リレーワンインチが刺さり、運がいいだけやん、さっきから運がいいだけなんですよこんなんじゃおっさん票は入りませんよ、確かにこれじゃ票は入らんおっと、運よくめり込んでワンコンボ、やっと出たと、まあ、おじさんが逆転に成功して、ゴーさんの大将キング、マジか、すごい今のぴったりぴったり合わさり、ブラックアウトに禁止、さあこれドンモンスターじゃないのか、はい、モンスターになりかけみたいな、なりかけですね、ちょっとキングきついですねこれ、さすがに、そうですね、ゲージはたくさん持ってるのでなんとかさばききる形になできるか、あー苦しいね、うわマジで、でも減らないから関係ないっすよ、確かに関係ない、もうその間にモンスターが出来上がりましたね、危ない、よく耐えた、ガーキャン、発動が出なかった、なんで出ねえんだよって言ってたよ、しかし出た、マオさんの勝利、おじさん票数アップしたかもしれない今ので、あー微妙っすね今のは、ちょっともうちょっと、さあ 2P 側がサイジャクさんです、あ結構前にもというか何回か出てくれてるんですけど、はい、名前とは裏腹に結構いい動きをしてる印象があります、なるほど、ラウンド1、あ最近クーラー使ってるんですか、ずっとクーラーですけど、あ確かに、なんかこの前俺おじさんと結構ガチをする機会があって、はい、その時もひなこ使わなかった、使ってなかったですね、おじさんってベニマルな気がするんだけど、あ確かに確かに、まあ、基本はこのチームでやってましたけど、どうなんだろう、確定だ、 あれ確定なんですね、14だから確か確定じゃなかったっけ、ああこれはいいのが入るが2回目入らず、ガーキャンして攻め継続、画面端を維持している、あれめり込んだ時、めり込んだ時弱勝利確定じゃないのかな、多分だけどね、ああこれ引っかかって、強倍率弱勝利なんか短いから届かないかも、やるね、
さすがに今のはあれですよね。あ、まあ、橋だったからね。橋だったから確かにいけるかもね。確かにちょっと判断が隠れにしても難しそうですね、はい、うまい。さあ、おじさんがペースを握っている感じか。これは引っかかって、うまい、出なかった。あっと、ジャックバイスでよかったんじゃないのかな。まあいいや。なるほど、今のはしゃがみしまいびはちょっと怪しい位置。あ、いや、そういう意味ではなく絶対入るけど、猶予1しかないから。あ、猶予1しかないんだ。なるほど、だからジャックバイスでよかったんじゃないのかなって。それだけの。おじさんはあとはもうなんか無理せずにみたいな感じになってますけども。さあ、ここはなんとかクーラーを収めておきたいところ。うまい、投げで暴れて、うわー、この残りちょっとのクーラーがすげえ面倒くさそう。最後はジャパン気味のしゃがみしがヒット。味をしてみたんでしょうね、エンケリ B が後したらとりあえずしゃがみしこっとくみたいな。もう一回だっつって、もう一回だっつって。あ、まあちょっと最悪さん側苦しいが、またおじさんのお得意のやつだ。うまくいけばゲージを使ってまだある気がするが、あー苦しい。いや、減った。さすが最強キャラだ。はい、続いてが、Q アット、まあ読めないので、まあ真ん中の字を取ってシータキョ。え、シータキョ何なんすかこれ。いや、わかんない、顔文字になってんだけど。顔文字だね。うん、まあ、うん、そんな感じです。なんか最近お気に入りのアンディ撮ってますね。なんかずっと使ってますよね。なんか本気に、はい、変わるんじゃないかぐらい使ってる気がするんですけど。あー、この場所やりたい俺。これはどうなんすか。いや、なんか多分 5から6でアンディだと思うけど。アンディが有利。あ、けどなんかすごいいい勝負に見えます。あ、まあいい勝負じゃないですか、5から6なんで。別に。あ、確定した。そもそもレイスキンガードしたら確定だからね、あれ。あ、そうなんすか。はい、なるほどなるほど。さあ、いい演習ですね。もっとこすっていいっすよ、この対戦。ほら、画面見ないですよ、もっと。画面見ないで演習だけですよ。もっと弱小榴弾だったのか、ね、あー、でかい後ろに、マジか。おっと、ほら、画面見ないでこすった方がいいです。これ画面見ないでこすると、クラきついから。確かに今、いったところになった。何も払わなくていいっすよ、はい、なるほど。全部潰すんで。で、さあ、これ悶絶なんでどうすんだろうね。さあ、もう体力がない。さすがにきついか。あ、裏ロバなんだ。2番に裏ロバ。ごめんなさい、よくわかんないです。もう俺とりあえず裏ロバに嫌なイメージしかないから。いや、俺もまあそうなんですけど。うわー、両方食らってしまう。ここは遠心から重ねられない。まあそうですね、確かにそうですね。重なっててもダメか。あ、だって無敵あるんで。そうですよね。重ねちゃうとダメですよ、むしろ。はいはい。さあ、しかしリードを奪っているのはおじさんの方。いやー、逃がさない。さあ、こっから Q さんの対処はクラーク。こっからクラークか。ちょっとかなり厳しい道のりですね。モンスターがいるんですけど。やばいやばい、モンスターがいる。
すでにモンスターと戦ってんのに後ろにもモンスターが控えてるのがやばい。おお立ってる、うまい。これはもう、あー使い切る、難しいな、使うのか、うまい、おいしい、これは、いやーまだ残る。おっとおじさんがこっちを見てます。おじさん余裕そうっすね、モンスターいるから。確かにちょっとモンスターだけだ結構やばいんすよね。はい、まだ余裕な笑みが見えますけど、クラッカー結構とかだいぶきついから。そうですね、何ゲージもないんだけど、どうすんだろうこれ。こっからはだから3回ぐらい読み方は、あ、そうですね、3回くらい読み方は、あーモンスターが、あモンスターが僕を見て、僕の中のモンスターがこんなに大きくなったよってだあだあ、ダメだった。さあ、2P 側に座ったのはコフマニアさん。これコフマニアでいいんですか、ケオイフマニアとかいいんですか、どっちなんだろう本来。やっぱコフっすよね、コフらしいです、はい、俺もコフって読むんですよあれ、はい、なるほど、コフマニア覚えました。さあコフマニアさんのチームがなんか本気あますね、まあ、いつもこれっすよね、なんかたまにメリーが入ったりするんですけど、あ、そうですね、はい、さあコフマニアさんがまあ、クーラー側がどこまで冷静にできるかってところでしょうかね。なんとも言えないなんとも言えないなんとも言えない今美味しいですね、美味しいですね。いやーゲージがなくなってしまったのでなかなか抜け出せない。つながってさすがですよ、これですわこれですわ、コフマニアさんさすがっすわ、さすがっす、間違いない。コフマニアさんで多分、はい、多分一番強いかもしれないね。あ、ひなこの中でどうですか、はいはいはい、なるほど。なんかね、結構丁寧というか、はい、使えてるというか、なんて言えばいいのかな、多分熟練度が一番高いと思う。なるほど、なんか結構前も藤井さんと同じようなことを言ってた気がする、はい、だいぶ昔に、はい、あー、そうっすね、はい。まあ、てかあのキャラ結構厳しいというか、はい、なんか僕はまあ戦うのが得意なんですけど、はいはい、それでまあランダムとかでやっていろいろ測れるんですけど、相手の実力とか多分自分含めて一番前のコフマニアさんじゃないかなと俺は思ってて、結構そう、なんかね、かわいそうなゲーフのせいでゲーフね、勝手に任せてんだよね、やめてほしいんだよ、ほんとに後ろ入った状態からもう一回後ろって勝手に出るじゃないですか、まあですね、あれ、他の選手ありえないんですよね、あれ、それは確かに、本当にやめてほしい。確かにそうですね、それは独特というか、はい、ないですよね、なかなか。で、これモンスターじゃないから、これもういじめて終わりじゃない、あれどうすんのこれ、あー、モンスターやってる人、見苦しいまさか、あ、またまたさあ、お互い激しいね確かに確かに、あー苦しい、あーモンスターといえどこれはそれだけ割れちゃった、苦しい、よし帰ろう、なるほど、え、はいはい、ワンピー側がえ、ジャムコさん、はい、ジャムコさんですね、名前にジャムコさんでいいですか、あ、合ってます合ってます、じゃあ俺ちょっと名前書きますわ、思いついた、あ、そうだそうだ、なるほど、で、お互いに、おっと、ちょっとコフマニさんの方がキャラが崩れてというか、ベニワルとメイリー、ジャムコが、ジャムコ側が誰が入ってないんだ、パオが入ってるからシャンフェイが入ってないのか、でなんかジャムコさんがブツブツ言ってたので、この組み合わせがちょっとなんだろう、面倒くさいんだろうか、ジャンプ飛ばしからこの固めを最初にもらってしまうと、いくら弱キャラ認定されてるメリーでも
かなりの力を発揮できる。強制ダウンから前転して高をかけて表繋がらないが、しばらく刺さってジャンプし、下火あ、かなり理想的な立ち方をして中堅の、マリー。ちなみにトグマニアさんってメイリーオンが一番強くないですか、プレイヤーの中で。ああ、なるほど。あ、メイン機械が、まあ、少ないですけど、まあ、いないという意味ではそうだけど、まあ、確かにだいぶ強いですよね。そして立ち回りがね、はい、とてもお上手。いいっすね、ああいう下がりがいいっすね。そうですね、やっぱヒーローを使ってその下がる姿がいいっすね。はい、確かに確かに。さあ、これふざけんなと。さあ、走ってガマハジを出す。いやー、これ結構めんどくさいな。さあ、このミスは美味しいんじゃないのか、ジャムコ側は。そうですね、こっから掴みたいが、ここは拒否る。すごい連携の組み方がうまいですね。今ちょっと立ちガードしたけど別にしゃがんで当たんないんじゃないの。あー、ブルマリって壊し出せば、少なくとも壊し出せば当たんないはずでしょ。そうですね、ブルマリは。さあ、勢いに乗ってメイリーが2立て。さあ、大将パワーですが、ゲージがちょっと心もとない感じ。あ、バックジャンプなんだ、前でよくない。あー、取ればいいのか、なるほど。バックジャンプできるようになったら前でいいと思うんだけど。ほら、あー間に合わないんだ、へぇ。なるほど、だからリターンを取りに行ったのかな。あー、間に合わないか、確かに。構えキャンセルが確か17振りだから確定できない。そうっすね、パワーの攻勢が18ぐらいでしょ。なるほど。ってことは構えキャンセルじゃない、なんかへぇってフルスイングやんなきゃダメだね。あー、はいはいはい。カマキャンじゃないか、受けキャンセルか。さあ、まだここはもう使わざるを得ないといった感じか。ガーキンを使ってなんとかメイリーを撃破。あ、ベニマルがいる。ゲージがないのがパオガにとってはかなり重要。初めて見たんですけど、ベニマル取ってんの。あ、今日の試合で使ってました。あ、マジですか。あ、ジャックパンなんだ。ジャックパンと安い。あ、なんかすごい。あ、今稲妻が来てやっぱりけど、なんかいじめれますよ。もうなんかそんな絵になってますね。足払いからここはもうゲージ差も相まってどうすればいいのかといったところ。走って、うまい、マジか、確定したんじゃないか。これは勝ったけど、さあ、まあ、この後どうすんの。タクマっすよ、どうすんの。タクマタイプはどうすんの。確かに、もともとだいぶめんどくさいんですよね、これ。だいぶ俺はもう無理だと思うけど。無理なのにゲージがないよ、どうすんの。無理なのにゲージがない。いやー、これはもう親父が子供をいじめる構図にしか見えない。バーキャンしないんだ、甘いな。さあ、どっかで一回近づいてもう何回も読み勝ってはめ殺すしかないんじゃないかと思うんですが、はい、寒い、さすが。ちゃんと見てる、ちゃんと見ている。なるほど、確定ですね、さすがに。今のガーケン良かったね、ちゃんと見てるね。そうですね、なくしたの間違いない。ネームレスでも重要なんですよ、あれ。あれ、ネームレス対パワーも結構重要っす。はい、はい。ワンフィガーがロブさん、名前が省略されてる気がするけど、ロブさんですね。さあ、タクマはこれはお互い裏かな。いや、ロブさんが表。そうっすね。あ、なるほど。じゃないし。え、いや、表、ね、あ、表だ、表だ。ロバートか、あれ裏は。あ、そうですね。開幕痛い中継入って置き攻め重視。エンケルシーか。さあ、差し替えしているのはロブさん、うまい。プレーが荒いっすよ。どうしたんだろう。差したいプレー、差したい気持ちが出ているのか。さあ、くぐって壊し、これはうまい。さあ、ロブさんは徹底していい前を保っている。あっ、繋がって小手投げフィニッシュ。
ここで珍しい表たくま。さあ、きなこがなかなか強攻撃の隙を見えない感じだから、うまい。マジか。逆にたくまが何やったんですかね、今。あ、確かに。何でから飛んだろう、何やったんだろう。ここは吐いていく。あっ見た目が受け1段目が地上で地上でっていうか上り際で、さあ表対裏ですが、状況的にももう表が近づくのそもそもそも不利じゃないですかこれ。まあそうですよね、おそらく。はい、あっ、あっ、ただ面白いに当たってる。さあ、ガーキャン前線から勝負に行く。投げが通って、あっ、あーちょっと今のミス痛いな。そうですね、今のはちょっと痛い場面、置き詰まっちゃったのに。さあ、最後はしゃがんでしまってジャンプ B 食らってしまう。ここで大将、ウラロバ。ウラロバもこの球がすごい嫌なんですよね、そのたくまの。あ、どうすんだろうね。面白い今。あ、いやー前がヒット。なっ、おいしい。あー、やり直すことができず、ってなあ、くぐってマックリュウ、ここでまだ死なない。さあ、裏のバートがない。これはここ勝てばまだワンチャンあるかといったところですが、相当苦しそう。さあ、今うまかったですね、最後ダッシュ前転で。あ、そうですね、抜けましたね、はい、しっかりね。 1P がヒロさん、まあ、ロブさんと一緒に来てるプレイヤーだと思います。キャラが小熊さんがマキシマ。やばい、俺期待しちゃっていいんすか。マキシマ好きなんで。何を期待してるんですか。いや、俺マキシマ大好きだから。なるほど、まあ活躍してほしいね、とても。さあ、これちょっときついんだけど。あ、マキシマがっていうことですよね。マキシマが超きついけど、どうすんだろうね。あ、でも噛み合えばね。あ、まあそうですね、運で勝てる。逆に言うと運が来ないともう無理。一発がでかい分、まあそうですよね、それに期待がかかりますけど。当たらねえかな。あー、苦しい。マキシマ、おー、マジか。すごいとこ投げた。マキシマがいるよ、ほら。確かになんかみんな大好きマキシマがいるよ、ほら。マキシマがいるって場外からも声が飛ぶぐらいの人気キャラ。それがマキシマ。いや無理だって。いや全キャラ無理だろ。ある程度。あ、マキシマリフトがちょっと遠すぎる。あ、セスに、え、セス有利っすか。ゴムだと思ったけど有利っすか。あ、なるほど、有利まで行ったんだ。やっぱセス弱くね。セスやばいよね。全キャラフリーとかゴムじゃないあれ。マキシマにすら俺ゴムだと思ったのまさかフリー。まさかのフリー来た。まあセスはなんかその、まあ、セスもわけわかんないところがありますから、ね、そうですね、はい、そこを生かすような、まあ、キャラだと思いますね。と言ってる間にもうなんかマキシマの姿がないんですけど。いや仕方ないデイリーなマキシマはちょっと昔からあまりよろしくないので。なるほど。さあ、そのちょっと代償が、まあ、草薙今日にもちょっと響いているのか。これマキシマのせいでチームが負けるあるんですけど。確かにだいぶ大変ですね、マキシマはやっぱり。だいぶ環境が傷んでるけど。ほら、さあ、マキシマの尻拭いができず。メイ対マキシマより霞マキシマの方がいける。あ、それはない。さあ、パオタイムエリー。さあ、抱えたゲージをうまく使っていきたいところ。うまい。さあ、落ちて、あっ、マジか。うわっ、マジか。あー、うん、いやー、これはやはりパオ側はゲージを払いたくないのか。
あ、 あとはまあ受けキャンセルをちょっと警戒したのもあるかもしれない。まあとりあえずパオが取り返して裏作戦。さあこの対戦ですよ、はい、さあこの対戦ですよ。あ、先ほどとは違い、今うまい、あっか、かわいそう今、運が悪い、今の運が悪すぎる。あー、刺さった、やり直し、どうなる、やっぱりまた運が悪い。今のすげえ微妙な位置でしたね。あ、今ダッシュ連点しましたけど、あれが取れないですよ、パオは。ダッシュ連点が取れないって。あー、なんか今押したんだけど、確かに押したんだけど。まあ確かにね、当たらない時間がある。ネイルスの緊急シーンが当たらない時あるんだよね、はい、あれ。あ、なるほどなるほど。クラークの緊急シーンとか当たらない時あるんだよね、あれね。ふざけやがってよ、あの野郎よ。